こんにちは、チョメです。今日は5年目第4章、バティやアリと一緒に魔法の秘密を発見しよう。バティやアリと会うをやります。これだね、上だ。あ、ゴブストーンで遊ぶ。やっとけばよかった。あ、いっぱいいる人が。どうしてかわからないけど、今年はすごく良い予感とすごく悪い予感がする。2つ起こるんか。こんにちは、チョメ。この1年どこにいたの？いろんなとこいました。決闘できるならダンスもできるよ。あ、マジで？じゃあダンスも解放されるんかな？わ、こんなところにおる。あ、これ可愛い子だね。絵を見てる。何この人。じゃあ話してみよう。ゴーストでも見たような顔してるわね。実はゴーストともすごく長い会話をしたところなんだ。君がバティやアリかい？そうよ、あなたは誰？僕はチョメ YouTube だ。みんなに顔も名前も知られているのにすっかり慣れちゃったってな。人気者なのね。人気者っていうより悪名高いって言った方が正しいな。どちらにしても気を悪くしないでね。私は現実世界を忘れて芸術の世界に没頭しちゃう質なんだから。え、なになに？すげえ。いや、ただ絵塗っただけか。あ、いや、景色が変わってる。どうなってんだこれ。一体何をしてるんだ？私の絵にちゃんと命が吹き込まれるように魔法を使ってるの。魔法の肖像画を描くのがこんなにも複雑な作業だなんてね。何を描いてるんだ？描いてるんだってもいいか。ほぐす見えたよ、今はね。でも、お口直しのような感じで描いてるの。私は大階段の肖像画の中に閉じ込められた1年生のベアトリス・ヘイウッドを描かずに休憩ってところ。彼女を知ってるのか？いいえ、でも興味はそそられてるわ。空想の世界に閉じ込められるなんて想像できる？想像できません。魔法が使えることも不思議です。いやでもこのゲームでは魔法は当たり前だからね。何が本物なのか、本当は誰が自分の考えや行動を操っているのかを疑問に思い始めるの。そんな風に考えたことはないな。それ以上に肖像画の中に閉じ込められた少女の肖像画を描くことに夢中になってるわ。今まで誰もやったことがないと思う。それでうまくいってるのか？その君が描いたベアトリスは本物と同じように振る舞ってるのか？まだよ。でもまだまだ絵の具はたくさんあるし、試したい呪文もたくさんある。肖像画がどうやって動いてるのかを教えてくれないか？ベアトリスを解放するためのヒントを得られるかもしれない。もちろんよ。その鉛筆を取ってくれたら魔法の肖像画について知っていることをすべて教えてあげるわ。すごいね、先生も知らんかったのに。じゃあ絵を見よっか。まず魔法の肖像画の中には現実世界に強く相互作用できるものがあるの。なるほど。校長たちは死ぬ前に肖像画を描いてもらってて、自分と同じように、あ、確かにね、死の直前に絵を描いて封じ込められたら永遠の命かもしれないな。うん、芸術が生きているどう見たかを表しているだけよ。ホグワーツの肖像画は話すことができて、肖像画から肖像画へ移動することもできる。マジか、こう部屋替えもできるんだ。うん、そう、体力によって口数が多いのもあるわ。まあでもどうなんだろうね、肖像画の中で永遠の命って。まあ食べ物には困らんけどさ、ちょっと暇かもしれないな、入ってる身としては。でも、訪れた人とお話ができるのはいいんかな、どうなんだろう。じゃあちょっと流しますね。これで終わりかな。ゲットだよね。1時間の授業だよ。ありがとう、バディア。魔法の肖像画のことはどうしてそんなに知ってるんだ？私は芸術家なの。だからホグワーツに来てからずっと壁の肖像画に興味を持ってたのよ。それから私はレイヴンクローだから肖像画に関する本を見つけては読み漁ってるわ。やったぜ！同じレイヴンクローだ。でも、教室で会うのとここで会うのだったらなんか違うね、見た感じ。肖像画がどうして動くのか分かったような気がするけど、ベアトリスを助けるヒントは得らなかったと思う。アドバイスしていい、チョメ？あ、いいですよ。もちろんだよ。独創的に考えてみるといいわ。普段はやろうとも思わないことをしてみるの。他の誰かになったつもりで。私もそうやっていい作品を作ってきたわ。やってみるよ。今から罰則に行かなきゃいけないから楽しめるような方法を考えてみる。
頑張ってね。あなたが罰則から戻ってくる頃には、私もベアトリスの肖像画を描き終えていると思うわ。うまくいったら新しい呪文を見せられるかもしれない。お、マジで？なんか絵から出す呪文みたいな感じ？じゃあ次。ジェイと会う。今から罰則に行くんだ。そこで会おう。まあ行くか罰則。一応ね。